狼82歳の新年会の装いです。コンレズ色の付け下げと袋帯のコーディネートです。付け下げの模様は小鼓道と呼ばれる鼓の銅の部分の柄です。漆山薪絵で装飾された豪華な小鼓道が美術品として残されています。余分な装飾のないスッキリとした厚好みの付け下げです。柄は少ないですが、ポイント的には金霊と刺繍で豪華な柄付けになっています。袋帯は、伊ズ倉秋 子さんのカラクミの帯になります織ではなくて組という組織でできています小僧院の魚物にある細い帯と同じ組織を復元して作られていますカラクミ特有のひしめが特徴で糸の流れる組織と金の豪華さに目を奪われてしまいますすっきりとした柄付けの着物にシンプルなようでボリューム感と格のある袋帯の合わせあえてこれでもかと豪華にしないシニアならではの引き算で見せる装いになっております